ジエゴデ・ソーザ・アンドラージは、ブラジル・リオデ・デジャネイロ出身のサッカー選手。グレミオ・フブッパ所属。ブラジル代表。ポジションはフォワード。カンピオナーとブラジレルロセリエ A に所属している、フルミネンセ f C でキャリアを始める。当時は、ダブルボランチの一角、また、ミッドフィルダーとしてプレーしていた。2005年には、 カンピオナートカリオカ優勝とコパドブラジューの準優勝に貢献している。その直後デビューから1年半後が経ち、プリメーラリーガの強豪 SL ベンフィカに移籍し、1試合も出ることがないまま即 CR フラメン後にレンタルされた。帰国後、体調を崩してしまったがすぐに回復し、10番を背負って広角の危機を救った。しかしベンフィカに復帰後も、 出場機会を得ることができず、ブラジルの SE、パルメーラスに375万ユーロで移籍した。2012年6月10日、サウジプロフェッショナルリーグのあるイテハドに3年契約で移籍した。2004年、ブラジルの U20 代表チームに初招集された。2009年10月11日のボリビア代表戦で A 代表デビューを飾った。 2017年6月のオーストラリア代表戦で開始わずか10秒で先制ゴールを決める。2017年11月10日の日本代表との親善試合でも招集され、後半13分から出場した。ありがとうございます。